今月のフレッシュマンは阿蘇市浪野にあります浪野中学校の先生をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。はい、飛田雄大と言います。年齢は25歳です。住んでいる地域は阿蘇市の赤水です。飛田先生は阿蘇市出身。はい、そうです。じゃあ、赤水だと阿蘇西小学校から。はい、阿蘇西小学校から、はい、阿蘇北中学校に、はいはい、進学して、その後熊本北高校に行きました。はい、教員になられてもう今何年目になるんですか。今年で2年目になります。ということは、昨年度の担任は何年生だったんですか。昨年度は2年生の担任をしていました。初任の1年目はどんな1年でしたか。生徒と修学旅行に行ったり、まあ、運動会とか、あと文化祭などいろんな行事があって、とても楽しい1年を送ることができました。もともとどうして学校の先生になろうと思ったんですか。どんな理由で夢があったとかありますか。もともとずっと学校が好きで、まあ、学校でこう友達と遊んだりするのがとても、好きで、その学校という場所も好きだったし、あと中学校の時に非常にこうお世話になった先生がいらっしゃったので、まあ、その先生の影響で、中学校の先生を、中学校時代から目指すようになりました。ちなみに教科は何になるんですか。僕は社会科を持っています。昨年1年間を通してみて、改めてこの仕事のやりがいだったりとか、こう喜びみたいなものは何かありましたか。はい、授業だったり、まあ、日常生活の中で、まあ、生徒が楽しいとか、あと分かりやすいというふうに授業を言ってくれたりすると、まあ、こう頑張った甲斐があったというか、まあ、やってることはなんかちょっと報われるじゃないんですけど、はい、まあ、とても良かったなと思いました。浪野中学校の生徒さんたちはどんな生徒さんたちですか。素直すぎるぐらい素直でまっすぐな子どもたちが多いです。今はコロナの影響でちょっと今休校中ですけれども、やはりちょっと生徒さんたちは動揺してましたか。なんて声をかけられたんですか。あまり動揺はそこまでしてはいませんでしたけれども、ちょっと学校からいなくなってしまうというか、まあ、家庭で過ごす時間が多くなってしまうので、まあ、家庭での過ごし方だったり、まあ、そういうところの声かけをしました。ではちょっとプライベートなこともお話ししたいんですけれども、はい、まあ、先生今25歳ということで、結婚願望とかは。あります。あります。はい、何歳ぐらいまでにしたいとか。26、7歳ぐらいまでには、はい。もうここ1、2年で。はい。そうなんですね。どんな人がタイプですか。笑顔が素敵で、まあ、一緒にいて居心地がいい人がいいかなと思ってます。はい。じゃあもしそんな人と阿蘇市の中でどこか出かけるとしたら、どこに連れて行きましょうか。阿蘇市の中でですか。はい、まあ、今金食堂でこと赤牛を食べたりとか、はい、まあ、ちょっと温泉に入ったりとか、まあ、そんな風にこう巡るかなと思います。はい、浪野だったらどこに行きますか。浪野だったら、あそこのそば畑を見に行ったりとか、あとはそうですね、あとは、まあ、道の駅でそば、はい、を食べたりとか、はい、まあ、そういうところかなと思います。はい、では最後にですね、お勤め先の浪野中学校の PR をあちらのカメラに向かってお願いします。はい、浪野中学校は、職員16名、全校生徒29名で、毎日楽しく、学校生活を送っています。浪野中学校は、まあ、小規模校ながら、小学校と合同の行事があったりとか、あとは地域の方々を招いて、一緒にこういろんな行事だったり活動をする、まあ、特色のあるようなそういう、教育活動を行っています。とても楽しい学校です。毎日やりがいを持って仕事をしています。きついこともまあ楽しいこともいろいろありますけれども、これからも頑張っていきたいと思っています。では最後に決めポーズ、もうちょっとせずどうぞ。はい今月のフレッシュマンは阿蘇市浪野にあります浪野中学校の飛田先生をご紹介しました。では行きます。せーの、フレッシュマン。さよなら。